25日グリーナブルヒル前ではホットドッグやカレー、レモンスカッシュなどを販売するマルシェが開かれ、訪れた人が買い物を楽しんでいました。ヒル前夏恋祭りは昼間のヒル前地域と夜の湯原地域でそれぞれイベントを行うことで、観光客の真庭市内での滞在時間を延ばし、宿泊客の増加につなげようと真庭観光局が去年から開いています。前回は1日のみの開催でしたが、今回はより長くゆったりと過ごしてもらおうと、24日に湯原地域、25日にヒル前地域と2日に分けて開催しました。夏恋祭りでございますが、もともとはヒル前高原とあと湯原温泉の連携というかですね、相乗効果というか、お客様にやっぱり回遊性を楽しんでいただこうと、で、行く夏をですね恋しん でまた、来たる秋に向けてですね、いろいろとお客様が周遊できるきっかけ作りができればいいなと、それで、イベントマルシェ形式を含めてイベントを計画しております。この日は市内のさまざまな企業や職種が集まり、真庭地域での挙式をプロデュースする団体真庭ブライダルプロジェクトがグリーナブルヒル前を式場とした模擬結婚式を行いました。式の中では新郎新婦役の2人によるダンスの披露や誓いの言葉の朗読なども行われ、訪れた人たちはさまざまな趣向を凝らした模擬挙式を楽しみながら見学していました。私たちはマニュアブライダルプロジェクトという活動をしております。今年で10周年を迎えました。今回夏恋祭りに参加させていただいて、こういう団体がいるんだよということを皆さんに知っていただきたくて開くことにしました。マニュアはいいところなんで、マニュアのいろんなところで結婚式ができます。もちろんこのグリーンナブルヒル前でも結婚式を何組かさせていただいてます。これからもマニュアのみんなが盛り上がっていけるように、マニュアが元気でいけますように、私たちも頑張りたいと思います。訪れた人たちは思い思いの時間を過ごしながら夏の思い出を作っていました。